こんにちは、松原美里です。さっき梅チャンネルで、今日はフランスのね、旅行を通じて感じた子供のことだったり、自分自身への気づきだったりっていうところをどんなふうにこれからに生かしていけるかっていうのをお話をしたつもりだったんですが、なんと音声が入っていませんでした。というところで、ちょっとポイントだけこちらで振り返りをしたいなと思って撮り始めてみました。後でこれをユーストリームか YouTube にアップしようと思ってますので、ああこういう内容だったんだっていうことで、一緒にね、振り返りをしていければと思いますので、よろしくお願いします。はい。で、今日のお話をしていた内容なんですけれども、もともと、フランスの子供は夜泣きをしないっていう本がありまして、で、これはアメリカの女性がフランスに転勤で行って、その先でフランスの子供たちは夜泣きそもそもしませんよっていうところだったり、あとはフランス料理をフルコースで保育園から食べてるので、外に外食に行ったとしても子供たちは立ち歩いたり、わーってすることがありませんっていうことを書いている本なんですね。で、私はこの本を初めて読んだ時に、ってすごい衝撃を受けました。それは、そうですね、最初の、これ読む前ですけれども、日本で私は保育士、そして児童養護施設の教諭、保育士職員をやっていたんですけれども、そうですね、その間に関わった子どもたちの顔が走馬灯のようにふわーっとよぎっていったんですね。子どもっていうのは、そうですね、多分今まで私が関わってきた子どもは、ご飯の時に、わーって、外でご飯を食べると気を引くようなことがあったりですとか、あと、夜夜泣きをしてしまうと、なかなか、やっぱり、普通に戻るのが、ちょっと難しくって、時間かかってしまったりとか、あとは子育てをしているお父さんお母さんにしてみると、そういった子供とのやりとりがストレスになってしまうっていうのは、しょうがないことなんじゃないかっていうふうに私もどこかで思っていたんですよね。ところが、この本を読むと、なんと違うと。フランスでは本当に子供夜泣きしないんだっていうことが載ってましてね。で、嘘って思いながら、なんでなんだろうって、そのなんでの理由については深く触れられていなかったので、じゃあ私は旅行に行って、ぜひ子供のことをフランスで見ていきたいなというふうに思いました。で、できればフランスの保育園見たいなというふうに思って、Facebook にその旨を書いたんですね。そしたら仲間がそれを見て、あ、じゃあ俺のフランス人の友達紹介してあげるよっていうふうに言ってくれました。で、じゃあお願いしますって言って、トントン拍子でお話が進みまして、実際去年の1月にですね、フランスに旅行に行ってきたんですよ。で、そこでいろいろ気づきがあって、私自身の気づきとしては、例えば物事があった時に、英語で私たちは共通語でお話をしていたんですけれども、私はどうしたいのかっていうところで、愛を主語に物事を話をしていく中で、日本語っていうのはなんかいい感じ、今日は天気いいねとか、主語がない会話の中でみんなで話をするっていう、こういう共通の感覚が普通だったんですけれども、私はお腹が空いている、私は違和感を感じている、私はこれがしたい、私は嫌だっていうふうに表現をしますよね。で、その私はっていう表現の仕方がすごく私は衝撃的だったんですね。ああ、こんなに自分を主張して生きてる人たちなのか。いやいや、ちょっと待てよと。考えてみたらアメリカもそうですし、他の国はみんな私を主に置いて話をしてるんだっていうことに初めてそこで気がつきました。で、じゃあ私も自分のことをちゃんと話せるようになろうということで、そこで習ってね、拙い英語を駆使してお話をしていくわけなんですけれども、やり取りをしていてね、衝撃的だったのは、フランスのお友達がいろんなところを案内をしてくれるときに、あ、ご覧って、ここはシャンゼリゼ通りっていうんだよって、世界で一番美しい通りなんだよっていうふうに私に紹介をしてくれるわけですね。それは世界中を旅してきたお友達の言うことなので、
へえ、そうなんだ、そういうふうに思うんだっていうふうに思った気持ちと、もう一つ私の中で湧いてきたのが、悔しいっていう気持ちだったんですよ。それは何なのかっていうと、つまり私は日本がだいぶ好きだったんですよ。というのも、ラブイ歴史の会っていう勉強会を、牧山さんっていう講師を中心に、そうですね、なんだかんだ6年ぐらい主催していたんですね。で、その中で乙巳の変、大化の改新と呼ばれていた時代から60年刻みでロールプレイで歴史を振り返っていって、で、なりきりながらその時代に起こったことを楽しんでいくわけなんですけど、そういう経過を通じて私は日本がすごい好きで、今政治の中でいろいろ揺れてますけれども、いやいや、昔から日本って揺れたり平穏になったり、そういうのを繰り返して歴史がなってきているから、今が全ての物事の終わりではなくて、長期的な物事の見方をして、日本という国を慈しんでいきたいなっていうふうに思っていたんですよ。にもかかわらず、そのフランス人の友達から「世界で一番美しい通りだよ」って言われた時に、ガーンって、私は日本のどこに対して、ここは世界で一番美しいよっていうふうに紹介ができるんだろう。ものすごい衝撃を感じたんですね。で、そこでガーンって打ちのめされた気持ちと、ふつふつと屈辱感と、なんか苛立ちのようなものを感じてきて、日本人として私は恥ずかしくないんだろうかっていうふうに思っちゃったんですよね。で、そんなわけで、その自分に対してのアンテナっていうところで、これはもしかすると、日本の社会で生きている人たちはみんな同じように、私はって主語をあまり使わずに生きている。つまり社会性はすごく大事にするし、お互いの和を重んじる一方で、自分っていう感覚を置いてくる傾向にあるのかな、なんてことを思いました。で、そこが私にとってのフランス旅行の中での大事なテーマになってきたんですね。で、それを一個立ってるものとして良かったんですけれども、もう一つ子どものことっていうところで言うと、旅行に行く前に、フランスの子どもってどこで遊んでるのって私お友達のあんちゃんに聞いたんですよ。いろんな観光地案内してくれるっていうお話で、どこ行きたいのって聞かれて、モン・サン・ミシェルぐらいかなって、あとエッフェル塔ぐらいしか分かんないやって話をして、で、むしろ行きたいのは子どもが遊んでる公園で、その光景が見たいんですってお話をした時に、エブリウェアって言ったんですよ。エブリウェア？いやいや、そうじゃなくて、どこで遊んでるんですかって聞いたんですよって。そしたらやっぱり、エブリウェアって言うんですね。つまり、どこでも、子供たちはどこでも遊んでるよって。なんなら、観光客も市民も子供たちも、みんな同じ場で遊んでるし過ごしているよって。で、観光客も来るし子供たちも来るけど、そういう場所が自分たちが誇りに思っているパリの至るところなんだよっていうような言い方をあんちゃんはしたわけですよ。で、それを聞いて私、えって、当時東京に住んで横浜の保育園の施設長をしていましたので、で、あとは川崎にも勤めていましたけれども、どうしてもやっぱり大人が生活する場と子供が遊ぶ公園って限られていたり、別々な場所になっていたり、あとは、そうですね、やっぱりなんだかんだ地域のお仕事、私はラブ網走をしてるんですけれども、観光で来る人とそこに住んでる人が行くところって違うんですね。観光の人たちはそこを見るけれども、住んでる人たちはあんまり魅力に感じてないんだよねっていうようなやり取り、よく聞かれていたんですけれども、そうじゃないよと、全部誇らしい場所じゃないか、ここで子供たち遊ぶんだよって言われて、実際にエッフェル塔のある手前の噴水のきれいな公園ですね、行ったんですよね。そしたら普通に噴水の横に遊具があって、子供たちは遊んでました。で、至る観光名所に行っても親子連れがいて、子供たちは自由に走り回っていたりするんですけれども、一方で気がついたことがあったんですよ。それは、あの子供たちはいろんなところにいるんですけども、一人一人のその存在を社会に尊重されているっていう感じがある。むしろ
自分の居場所だってちゃんと子どもたちが分かっていて、必要以上に声を上げたりはしゃいだりすることはなかったんです。つまり、まあ、日本でいうと食堂、そうですね、ご飯を食べに行くと大きな声を上げてちょっとこうよそよそしい態度をとってみたり、気を引こうとしてみたりっていうところもありますし、公園はどちらかというと休む場所であって、仕事をする人とは接点がないような場所にこう自然の場所としてセッティングがされていたりってことがあって、完全に別々になっていたんですね。で、つまり何だろうこれって、子供と大人の生活のスペースが別々になっているっていうのが不思議なことだって、そこで初めて気がついたんですよ。不思議ですよね。そしてそのやり取りの延長線上で電車に乗ってね、いろいろ移動もしたんですけれども、子供たち普通に電車の乗り口にもいますし、一緒に待ってますし、電車に乗った後もだからといって声を上げたり走り回ったり突飛な行動をとる子は一人もいないんですよ。いろんな人種がいて、中には演説をぶってお金を同情でもらおうとするような人もいたんですけれども、子供たちはちゃんとその場で空気を読んで自分らしくそこにいるんです。それができているってことが私はすごく不思議な感じがして、泣きわめく子供って一人もいなかったんですよね。で、あーって思ったのがすごく印象的だったのと、あとは実際にフランスの保育園を見せてもらいました。見せてもらった時に、子供たちのお部屋とか、あとこう手遊び歌とかっていうのはそれぞれの国の言葉で書かれているけれども、遊具も様々でも似てるんですね、光景が保育園と。で、一方でちょっと面白かったのが午睡の時の寝方なんですね。寝る、まあ、ちょっと落ち着くまではこういうふうに抱きかかえてトントンってしながら揺らして一緒にこうね、穏やかな時になるのを待つんですけれども、子供が眠くなってきたら先生たちは子供をこういうの、こういう着ぐるみ型のお布団があるんですよ。不思議ですよね。これフリーマーケットで買ったんですけど、こういう子供の大きさによって5種類ぐらいあるそうなんですけど、すっぽり入って横になると掛け布団もいらない、窒息することもない、でもあったかい、手は出てるから手も動かせるっていう、これですね。これ実はフランスでも以前は SIDS のように睡眠中に亡くなってしまう子供がいたそうなんですが、今はこれに変えてから事故死がなくなったっていうふうに言ってました。いや、面白いですよね。これすごい画期的だなと思って、で、皆さんこれどのぐらい持ってるんですかって聞いたら、保育園にもあるし家庭にもあるし結構普通だよって、で、みんな3から5セット持っていて洗濯して使ってるよっていうことで、実際にフリーマーケットで500円ぐらいで買えたのかな、これ1つ。で、丸ごといくつもサイズがあるのをセットで売ってる人たちもいて、おそらくそうやって売り買いしながらね、大きくなっていく途中で必要な時だけ使うっていうふうになってるんだろうなって思いました。で、そんなわけで寝てる時の光景はというと、そもそも私この本の中で夜泣きしないってどういうことっていうところから入ったんですけど、まあ、本当に子どもたち一回これで寝るとなかなか起きないんですね。で、起きてもそれはもう子どものタイミングで起きるから、それはそのまま受け入れるよっていうことで、30分で起きる子もいれば寝ない子もいるし、でもそれは本人が選ぶことだから、起きたら遊べばいいし、それは彼らの時間だからっていうような言い方をされてたんですね。で、ああそうなんだって、なるほどって思って、で、実は私こういう本を読んでフランスの子供がなぜ夜泣きをしないのかを知りに来たんです、知りたくて来たんですよってお話をしたら、なんでって言われても、なんでかしらっていう感じで皆さんが相談をしていて、で、あーって言ったのがあったんですよ。何かというと、別の部屋で寝てるからかしらって。はあ、別の部屋で寝てるって。いや、って、お父さんとお母さんはこっちの部屋で寝るけど子供の部屋は別なのよって、
だから必要以上に泣いてもどうかなって様子見て、泣き止んだら行かない、ただそれだけのことじゃないって。でもそれが習慣になるから、子供は必要以上に泣かずに、泣いて起きてもまた寝る、目が覚めてもまた寝る、それでそれだけのことじゃないかしらっていうふうにおっしゃったんですよね。で、私すごくなんか不思議な感じがして、まあそうなんですけど、確かに日本でもお父さんお母さんと子供が別で生活をしているお家ってあるんですけど、でもちっちゃい頃はお母さんと一緒に寝たり、家族で川の字になって寝たりっていうことが日本は多いような、それしなくてもフランスはいいの？って思ったんですよね。で、それをあんちゃんに聞いたら、うーんって、普通だけど何かって、おお、そうなんだって、フランスではねって、お母さんが妊娠したって分かったら、その時点で準備をするんだよって、プリペアリングって言ったんですよね、確か。何の準備するの？どんなお部屋にしたい？どんなインテリアにしたい？どんなものを置いて、どんな風に赤ちゃんの誕生を待ちたい？って。そのことを話すのが夫婦の楽しみであり、会話を通じて自分たちで一緒に家庭を作っていくんだよって。だから子供が生まれたらすぐに別の部屋に移って、そこで子供は最初から過ごすんだって言ったんです。じゃあ親と一緒に寝ないの？寝ないよって。なんで？部屋があるから。でもそれって、ってなんでかなって思った時に、領土の広さかなと思ったんですよ。日本は島国で限られた領地の中で、でいろんな人たちがつながり合いながら、私町家に泊まったことがあるんですね、京都の。ですごい細長いところで、縦長で2階建てが何軒も何軒も連なってるところだったんですけども、まあ、私がブーって鼻かむと、よく鼻かむとき音出るんですけどね。そうすると、お隣のお家の人が、ふふって笑う声が聞こえるんですよ。今笑った？って。私笑われた？今？って。それも歴史の会ツアーで行ったんですけどね。気のせいかなと思ったら、お隣の人が違うことでやたら話し合ってる声とかも聞こえるんですよ。ということは、隣近所が全部すごく近くて、聞こえている関係の中で子供たちを川の字になって育てていった、つまりスペースに限りがあったんでしょうね。で、一方でフランスはというと割と土地があった、まあ、もちろん戦争に勝っていって、どんどん領地を広げていったのもあるんですけれども、勝ってその領地を吸収するごとに、そこにフランスの国の人たちも行きますし、そこからいろんな国の人もこう来るわけですよね。で、だからいろんな国がそういうふうにこうどんどん交流しながら広がっていくっていう文化があると。そういう広さがあるから、お父さんお母さんの部屋と子供の部屋っていうのが取れたんじゃないかっていうところですね。で、ああ、なるほどなるほどと、そこは結構あるような気がしました。つまり国の在り方だったり文化背景だったりによって、子供の睡眠のスタイルも違っていたんだっていうことなんですよね。で、そうすると、まあ、フランスがどうとか、いいな、フランスは領土は広いかなとか、あるいは日本は狭いかなっていう、それだけでもないような気がしたんですよ。で、実はそのフランスの保育園見に行った時に、私びっくりしたのが、ここからは何々町だよって、でもこの塀の外側は何々町って言って、また違う町なんだよって、いい塀だろうって言われたんですね。で、ああって、すごい高い塀が町全体を覆ってるんですよね。で、うんって思いながら、ねえ、あんちゃん、なんで塀があるの？何のために町を塀で覆わなくちゃいけないの？って。おしゃれなの？って聞いたんですよね。何言ってんの？って。責められないためだよ。って。命を守るために決まってるじゃないか。って言われたんですよ。なんで命守らなきゃいけないの？ここは戦争の時にね、攻め入られて皆殺しにされたことがある場所なんだよって。だからもう二度とそうならないように塀で囲って、何か不審な動きがあったらすぐに塀を閉ざして町を守るっていうことをやってきたんだよって。そういうところは結構あるんだよって。
フランスは戦争が多かったろうって、ああーと思ったんですよ。そうか、つまり領土が広いっていうのは常に戦い続けた歴史の中で奪い合ったりしながらも今自分の領地を獲得してきているわけで、私たちは島国なので場所は狭いんですけども、そこでいかに一緒に生きていくかっていうことを模索しながら、つまり和を大事にするとか、そういうすごく近い中でどうやって暮らしていくかっていう生きる知恵っていうのは、日本人として生きてくる中での生きる知恵だったんですよね。それが結果的に社会性とか協調性とか、あるいは相手を思いやる気持ちとか、間とか場の概念とか、そういうところにつながっていってるわけなんですよね。で、これらは実は今非認知能力っていうことですごく注目されている能力でもあるんですよ。保育業界の中では認知能力と非認知能力っていうことで言われてるんですけども、認知能力は数字とか漢字とか何かこう分かりやすい、何かこう勉強して獲得していくもので、非認知能力っていうのはそういう優しさや思いやりや集中するとか社会性協調をするってこと、例えば友達が困っていたら助けてあげるとか、そういうことですね。で、そういう力と、まあ、2つあるとして、いろんな人がその学校を卒業した後に自分がどういうふうに暮らしているのか、その幸福度チェックっていうのをした人がいるそうなんですよね。その中で分かってきたのが、必ずしも認知能力、勉強がたくさんできる人が社会に出た時に幸せになってるかというと、そうとは言えない。何かっていうと、今大きな会社に就職しても傾いてしまったり、リスクを負ってリストラになってしまったり、そうなった時に勉強はできるけれども、なかなか自分の人生を立て直すのが難しい人もいるよっていうこと。あとはなんだかんだ仕事をしていく中で後輩ができて、同僚と一緒にチームを組んで先輩と一緒にやり取りしながら成果を上げていくっていうところがありますが、勉強ができる能力とそういうみんなで作って協調していくような能力っていうのはまた別なんですね。みんなで作っていくこの能力は非認知能力で、こっちが高い人は結果的にお仕事でも自分を発揮していけますよっていう、そういうお話があって、世界的に非認知能力の方を高めていきましょうという流れになっています。で、今保育の中で、日本の保育の中でも非認知能力をいかに高めていけるかっていうところで、保育のあり方を先生主体でみんながこうその言うことを聞くようなまとめる型のスタイルから、子ども主体で子どもにやりたいことをどんどんやって没頭して何かを獲得していけるような、そんな環境を提供していくっていうスタイルに変わってきてるんですね。で、その中でおそらく今まで日本人が培ってきたそういう和とかいろんないいものが、一度この高度経済成長期とか戦後の日本の経済がどん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 良くなっていく中で、実は効率化とか大人優先の社会になってきている側面があって、失われてきちゃったものがたくさんありますよねっていうところで、そこを取り戻していくのが、実は非認知能力を取り戻していくのが、実は子どもの遊びに要素がたくさん含まれてますよっていうことが、最近子ども環境学会の分科会の中で、富山の子ども遊ばせ隊の早川さんのお話や、京都の先生の遊びに関する研究の結果から私もすごく学ばせてもらいました。で、それはまた別でブログだったり上げてますので、よかったらまた後日ご案内をさせていただきますね。で、何が大事かっていうと、子供にも遊びが大事です。けれども、子供は遊びなさいって、あ、でもいいわね、子供は遊べて、私たち仕事だし大変よねって、で、言うこと聞きなさいみたいになってしまっても、子供は何から学ぶのかっていうと、大人の背中から学ぶんですよね。大人がもしも友達を大事にしなさいって言いながら、あの人とあの人、私だったら私の方が優れてるか、だってあの人はお金持ちだけど、でも心が狭いしどうのこうのとか、たまに言われる、何でしたっけ、マウンティングってやつですね。ママ友の中でマウンティングって言って、品定めだったり、
その立ち位置をこうお互いにこう見比べるような、そういうやり取りが出てきてるってドラマでもありますけれども、もしも口でどんなにいいことを大人が言っていても、そんな背中を子供に見せていたら、子供はそこから何を学ぶでしょうか。口ではね、お友達大事って言っても、こうやって友達っていうものは品定めをして自分が優位に立つために作るものなんだとか、競い合うためにいるのが友達なんだなんていうふうに学んでしまう恐れがあるんですよ。どうです？もしそれを学んでしまったら、子供たち将来大人になっていくときに競い合う関係性しか築けなくなっちゃう。そしたらいざ自分が困った時に助け合える仲間がいないかもしれません。もしも将来大人になって第一線で活躍する社会人になってた時に、おそらく私ももう69とか30年後にはなりますけれども、お年寄りの方が多い社会になります。そうなった時に、思いやりとか協調性とか社会のためにとか、なんかそういう自分で何かを作っていくとか、いろんな気持ちが育っていない子供が第一線で社会を担っていたら、なんで俺があいつらの面倒を見なきゃいけないんだよ、税金なんか払わねえよっていうふうになってしまうと、もう私たちのなけなしの年金なんて存在しないかもしれませんね。だって自己中な子供になるように今の社会育てちゃってるんですもん。でもそれだともったいない。もともとは日本人が持っている豊かで、そして深くて助け合えて、そしていろんなものをね、こうほじくり返す中で新しいものを見つけていくような、そういう開発者マインドってもともとは日本人たくさん持ってましたよね。そうやって戦後強くなってきたじゃありませんか。そんな日本のいいところを子供たちにもぜひ伝承させてあげたいんですよね。そのためには大人同士で豊かな人間関係を築く後ろ姿を子供に見せるということ、また、真剣に遊ぶその横顔、あるいは真剣に遊んでるってその表情を子供に見せてあげるってことです。そうすると子供は、いいんだって、お母さんの顔色を見て片付けるようにしないといけない遊びじゃなくて、没頭していいんだ、楽しんでいいんだ、そこから非認知能力って実はどんどん培われていくので、どんどん子供が必要なものを手に入れて成長していくための大人がナビゲーターになり得るんだっていうことなんですよね。だからこそ日本はいいものをたくさんたくさん持ってるはずなんです。で、もちろん海外と比べると、今はもしかしたらちょっとこう下りになってるところもあるかもしれません。けれども、よく考えてください。他の国だってみんな上がったり下がったりしながら向き合い続けて、探索し続けてどんどん上に上がってきてるわけですよね。下向いて落ち込んでる場合じゃないんですよ。今できることやりましょう。日本のいいところを見つけて、子供たちに私たち一人一人ができるベストな関わりをしていくこと。これが日本の社会を豊かにしていくこと。日本の未来を担う子供たちの可能性を広げていくことなのではないでしょうか。ね。というわけで、大人も真剣に遊びましょう。で、子供たちにいい背中を見せることで、日本の子供たちの可能性もっともっと引き出せるんじゃないだろうかというふうに思いました。はい。そんなわけで、ダイジェスト版、半分の時間でお伝えしてみました。ありがとうございました。